研究センターを訪れたのはタイの俳優のオーパル・パニサラさんとその夫で俳優・美容外科医師のスミス・アラヤスカルさん夫妻ら一行で日本品質の医薬品やサプリメントを中外医薬生産と共同で開発しタイで販売するため2021年に合弁会社を設立して協議を重ねてきました。一行は中外医薬生産の 田山凛太郎代表取締役社長の案内で研究センター内を見学したほか来年1月に販売予定の共同開発第1号ビジネスマン向けの脳サプリの味や香りなどの最終確認を行いましたまた、新たな製品開発として関心を持っている乳酸菌の研究の現場も視察していました共同開発した製品は バンコクのドラッグストアやオンラインでの販売を中心に行うということです。